ザ的クララテビー。やっ、はい、風林火山ジャパン VS ファミツアップ闇ガラス、はい、なんとですね1回戦まさかのですね、これ絶対負けるって言うな。私をバカにしてるな。ゆっこちゃんがね、なぜか、ねはい、勝ってしまったという、はい、なんでちょっとファミタップ一勝してますね、はい、そうですね、はい、なんで2回戦がですね、はい、これ実は一応リーダー対決ですね。そうですね、リーダー満を持してファミタップが私バーサラ佐藤、そしてはい、風林火山からピカチュウが出場します、はい、これ負けられないですよね。いやもう絶対これはもういっぱいしてるんで、はい、ちょっとこれで勝ってちょっと次のカネさんに絶対つなげたいと思います。でも俺を邪魔した時一回も勝ってないんで怖い。そうなんですよ。でもね、こっちも開けられないですよ。これちょっと、はい、これでもう勝ちにしたいところですね。いやもうちょっと、はい、じゃあピカチュウさんも準備でき次第、はい、フレバと入っちゃってください。じゃあ入りますね。はい、緊張を、よし、出勤制お願いします。はい、ポチッとな。4700だもんな、高えな。これね、これちょっとね、あれっすよ。これどうしよう。よろしく。これいきなりやることないんだけど。あ、なんだそのナイト。ナイト初手って分かんないですよね。これなんだ最近分かるわけないんだよ、ナイトの数が多すぎて。これ俺もこれ正直バレたまであるんだけど、これで全面的に。あ、そうですけど、あれあんな後ろから出さなくてよかったな。たまに行くのが、うわぁ、吹き矢か、吹き矢強っ、遠いな、射程が。あべ、これやべえな、それまずい、それまずい、それまずい、入っちゃったね、これ完全に入りましたね、うん、ガブ、ガブ、いけらんない。ライト強いな。ちょっとこれ俺あんまり使わない、俺枯渇でちょっとあえてあれしてみたんだけど、はい、やべえ、ちょっと待って。それまずくないっすか。汚いっすよ、それ絶対、それ汚い。あー、きつい。あ、いやー、やだな。お、完封しました。あれ、インあれだね、エレビズさえいなければさすがにこれでも飛んでくるよね、ゴロゴロですよ、ゴロゴロ。ちょっと入ったな、はい、入った。これどうすっかな、結構遠い、同じくらい、同じくらいですね。あ、やべ、ぶっちゃけロイチャーきついっすね、ただこっちも。あ、もったいないナイトは、これちょっとナイト無理だな、これ届くのこれ、ほうほうほう、これ削っていくしかない、こっちも。あれ、ちょいちょい削っていく作戦、あんまりあれ受けてもちょっとしょうがないんで、どうしよう、エリミスきついな、後ろから。おっと、これ、おー、ロイジャーが後ろから、これ、溜めて一気に来る感じでしょ。うわー、マジかい、やばい、ファイアボール痛いな。あ、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 お、本音が漏れてますね。ちょっと耐えてくる。あ、後ろ気づいた。あ、でも入ってんだ、ちょっと。あ、あと5発？いや、足りない。あ、あ、空振り。うわー。うわー、やばい。いやー、負けた、負けちゃいましたね。ピカチュウさん初めて勝った。いやー、ちょっとこれは参りました。これはちょっと俺これ見ちゃいますよ、これ、はい、気分がいいんで、よろしくお願いします。自分が勝ったけど、あー、悔しい。これは俺ね、一回も枯渇は使ってないんですよ。おー、確か、あー、確か初めて。フルバト中にですか。そもそもあんま使わないんで俺、これよろしくも無視してるからね。緊張、緊張のあまり、そう、緊張のあまりそれどころじゃなかったまであるからね。もう勝つことに必死です。ちょっとやることないから適当にやるじゃん。でも相手ナイトだからなんだかわかんないし、ちょっ
ょっと奥の方から打てばいい。これ奥、はい、いやなんかね、ウッドが来るかなと思ったから、はあ、まあ、ね、全然意味なかったんですけどね、あれね。ちょっと吹き矢が強かったですね、射程が長くて。そうだよ、吹き矢が結構効いたはあるな。仕事してくれてたんだ、オーブンとかをね、結構シュプシュやってくれたのは結構かもしれない、はい、ちょっとそこでだいぶエリゾンしましたね、うん、ここでね、苦し紛れてなんかわけわかんなことやっちゃったんだよ。このスケルトンがやばい、うん、このスケルトンやばい焦りが出てくるロイジャイがなエリゾンと一緒に来るとぶっちゃけきついんだけど本来は今回は割といいタイミングで、いい処理。そう、ライトニング出せなかったんですよね、ゴブリンギャングとインフェだったんで。なるほど、そういうことか。どっかの多分グローバルランキングコピーってきたやつですね、これ。お誰かわかんないですけど筆がなかなか入んないね、ちょっと一撃入ったかなぐらい。うで、ここかつそういう感じですかね。そうなんですよね、うん、ちょっとずつ削って。で、ここかなり、ここでナイト不用意に出しちゃったんですね。なるほど、ちょっと緊張しましたね、ここで。もうすでにあれタワーでやられてた。はい、そうそう、そこでちょっと3ヘリ損してからちょっと流れが悪かった。はい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 。じゃあオーブンも無視するしかなくて、あっちはもうタワーは無視してバイロで右削りながら。ダメージあんま変わんないんです。そうですね、ここら辺までは変わらないです。ロイジャイが決まればワンチャン終わりまでやりましょう。水を削っていって、ここで後ろからロイジャイ、はい、後ろからライトニングを貯めるだけのエレクサを貯めて、はいはいはい、でここで一番のミスですね。もう何もしないでオーブンがずっとやられ続けるっていう。でここでもうちょっと配線濃厚になってしまったんです、はい、ここでちょっとさらにフキアタワーも相当打ってんだな、はい、案外に。でここでちょっとローリングウッド打つタイミングがちょっと遅かったんです。はい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 。ここでだいぶ有利になってきて、はい、ロッドが曲がってないのかこれ。まあとりあえず苦し紛れいないとだし、ウッドが曲がってないかどうか分かんないで打ってっかね、はい、で私はもうここでもう出すしかない、もう丸太をもう先打ちで、うん、もう来ると思ってたんで、はいはい、俺もうデッキ回すのに一生懸命最後まで回せば勝ちだなと思ったんで一生懸命小物出して、最後まで回してギリギリで、はい、あでもこれはもうバサバサになかったっす。あれ、ファミツアップ強くない？やばいやばいやばい、風林火山が逆にちょっと弱い説まで浮上してまずいまずいまずい、おかしいな、俺一度も勝てなかったもんよ、ね本番に強いっていうことで、はい、なんと2回戦もまさかファミツアップ勝利という感じで、はい、今回はこの動画はこの辺で一旦あれしましょう。はい、はい、ファミツアップ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。します。スマートフォンでご覧の方は画面下から登録をよろしくお願いします。はい、PC からご覧の方は画面右下から登録をよろしくお願いします。そっちで、はい、はい、またファミツアップニコ生チャンネルもやってます。お気に入り登録また会員登録をよろしくお願いします。会員様になりますと会員限定のニコ生放送もやってますのでお願いします。はい、お願いします。というわけで次はですね、いよいよ決勝戦、カネさんごめんなさいお願いします。頑張ります。というわけでまた、ね、お会いしましょう。では